演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのピザサンドスパイシーを食べたいと思います。硬いな、意外と。おー、でスパイシーは今のピザで食べたかなと思って、今回はピザサンドにしてみました。ちょっとボリュームは少なめですが、購入変化球のピザもそうですよね。おっと、焼いてあるので意外と硬いですね。しっかりしてます。ではいただきます。結構くるくるか。スパイシーなピザ、ドミノピザ広めたとホームページに書いてありました。結構ほんときますね、これ。これピザサンドだったら物足りないかなと思ったんですが、初めてしたし、しておいてサンドにしておいてよかったと思って、これが丸一枚だったら食べきれずにとなったかもしれません。それぐらい刺激があったからです。ただ美味しくはありましたね。ピリピリとする食欲があって結構進んでいくような、そんな感じもありました。ただ辛さだけで勝負しすぎているような感もありましたね。もうちょっと具材も増やしてほしかったですね。サンドだから具材が少なかったのかもしれませんが、というわけでこちらのテストさせていただきました。それでは、ホタル舞う駅の夜更けは遠く、遠くにホタルが舞ってるということなんですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。